してももう回ってますよ。もうやめてよ。最初ぐらいちゃんとやらせて。意地悪だよな、ね、安武。いやいや、ゆるく、ね、ゆるくって言ってるんで。どうも、梶原裕太です。あら始まった。そうなのよ。これですか、例の。例の、梶原裕太の部屋言って、はい、もう激ゆるゆるチャンネルを。いや、もう激ゆるゆるどころ、はい、もう T シャツももう染みついちゃってるから。何が染みついてるの？これほら、なんか、こう歯磨き粉かな。めちゃくちゃついてますよ。めちゃくちゃついてる。それはお前が言うからや。ちゃちゃ言わんかったらバレへんやん。ちゃちゃバレるって、あーなんかついてるなってわかるよ、さすがに。舐めないでください、カメラを。失礼いたしました。はあ、でもとにかく、うん、まあメインでも言いましたけど、もう本当に緩いチャンネルにしたいんですよ。はいはいはい、うん、何でもありにしたいんですよ。まあ、とはいえね、うん、どういうことをやっていくんですか、緩いとはいえ。ああ、このチャンネル、はい、本当にもうカジサックチャンネルでは見せない顔だよね。あ、言ってもこんな言うとあれやけど、うん、やっぱりあのジャージを着ることによって、うん、やれることとかやれないこと、うん、言えること言えないことって、まあ確かにね、出てくるじゃないですか。確かに確かに、うん、ね、はい、だからそういうことよ。その俺だって言いたいことあるしみたいなこと。ああー、なるほど、うん、あの格好ではちょっと、うん、これはちょっと違うんじゃないか、言うのはっていうことをもうバンバン言っていくってことですか。例えば時事ネタとかもある。あ、なるほどね。基本カジサックって時事ネタはやらないじゃないですか、うん、そうっすね。あんまりやりたくないんですよ、僕。あのキャラクターではね。あのキャラクターでは、はいはいはい。でもこのおっちゃんは別にええやん、うん、なるほどね。そうそうそう、はいはいはい、そういうのも今後やっていくかもしれないし、なるほど、楽しみ。それ真剣にやらへんで、はいはいはい、皆さんみたいな。やらへんよ、こんなんは。なるほど、ゆるい感じでね。本当にゆるい感じで、どうもみたいな感じで、うん、うん、ちょっとやろうかなって思ってるし、先ほどメインでも言ったけど、本当に家のまったりしてる感じとかも。いや、それが見たいよ、本当に。かんちゃんとなんかダンス踊ってるとか。ああ、いいですね。見たい、あるかもしれんし、はい、じゃあジャージ着ろや。そうですね、かんちゃんとダンスやるんだったら。でも出すまでもないみたいなのあんのよ。あ、これね、子供常に分かるよな。めっちゃ分かります、うん、これ子供持ちあるあるやと思うんだけど、はいはいはい、子持ちあるやると思うんだけど、うん、もうこんな別に動画とか TikTok とか出すレベルじゃないけど、なんかふざけてやってるみたいな。なるほど、家族のちょっとしたノリみたいなやつとか。そう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 、あー、これはいいわ。そういうのをちょっと出していけたらな、うん、でも今後まあ安武と多分今日はみんなおるけど、うん、あの今後はもうほんまに安武が基本このカメラマンとして、うんうん、僕と二人で多分やっていくチャンネルだと思う、はいはいはい、あー、いいですね、うん、って考えてるんですけど、はいはい、今日またこれたまたまね、はい、今日ちなみにカジサクチャンネルの会議、うん、そうですね、だったんですよ、うん、で今会議終わって、今からちなみにラジオを、はい、撮ろうとしてるんですけど、うん、もう本当にたまたま、はい、ゲストの方が来てまして、はい、すごいですよね。ちょっといいですか。はい、はい、ゲンです。これ何これ、まだチャンネル作ったの。そう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 。え、なんちゃん、今なんちゃん。うまいね。それで言うたら、だからメインチャンネル、小部屋、うん、ゲームチャンネル、毎週キングコング、うん、梶原裕太の部屋から 5チャンネル。5ちゃん、うん、5ちゃんやって、どう思うみんな。もちそうなんですよ、はい、もう結構よく出てるゲン、僕の仕事なんですけど、うん、どうしてじゃあゲンがここにいるかなんですけど、はい、ほんまたまたまやねんけど、うん、今日ゲンの親友がいるのね、はい、A 君っていう親友がいるんだけど、はい、その A 君と僕も実は高校の時に知り合って仲良かったりしたのね、うんうん、その A 君が結婚するということで、はい、その A 君に対してちょっとサプライズで結婚式のお祝いコメントを今日取りに来たの、うん、ああなるほど、そう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 、はいはい、でそれで来て、うん、で何気にラジオも取るし、うん、ラジオ出るって聞いたら出るって言ったから出るって言うんですか。出たいんだ、スペシャルゲストだけど。ラジオにも出るっていう、はい、感じでございます。だからそんな感じ、とにかくもうゆるくやっていきますんでね、楽しみ、ぜひ皆様チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。だから結構バッドマークもつく可能性もあるよ。ああそうか、例えばジジイをね、うん、なんか言おうもんならね、うん、そういうのも全然それはそうかもしれない、あるかもしれないし、本当にゆるいから、はい、マジでメインでノリでなんか着替えとか言ってたけど、はいはい、ほんまに寝てるとことか普通に回すよ俺。どういうことですか。みんなが寝てると普通にいますよ。あ、そうなんですか。それがオフショットやから。なるほど。あと常な、うん、常の今レインボーマンってやってる、はいはいはい、で前動画出たけどシルバーマンって言って、うん、もう常めっちゃ疲れてる時おじいちゃんみたいなんだけど、うん、撮るからね。やめてほしい。ゆるいゆるいチャンネルにしたいな。ただ
カジサクチャンネルに迷惑だけはかけんといてくださいね。それだけはやだ。それだけはもう絶対にしません。もしそうなった場合、うん、もうすぐやめるから。それはそれで面白いな。もうチャンネル閉鎖です。それだけはしない。だから別に過激なことを言うとかないから。そうか、うん、そりゃそう、そういう人ではないですからね。全然そんなことないですから。もう緩く緩く、はい、あの楽しんでいただける方がいるなら、うん、見ていただきたいなっていうのが、はい、チャンネルでございますので、うん、末永くこのチャンネルよろしくお願いいたします。